今回は BTS の騒動について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近 BTS のメンバーの熱愛報道とか活動休止とかいろいろ騒がしいよな。そうね、なんかファンの人たちは怒ってるみたいだけど、どうしてなの？それはね、 K-POP アイドルってファンとの距離がめちゃくちゃ近いんだぜ。ファンとの距離が近い？そう、ファンはアイドルをまるで自分の恋人みたいに思ってて、アイドルはファンに愛されてるって意識して活動してるんだぜ。へえ、そうなのね。だからアイドルが恋愛したり活動休止したりするとファンは裏切られたって感じるんだ。なるほど、だから怒るのか。それに BTS は世界的に人気があるグループだから、ファンも世界中にいるわけだぜ。うん、そうよね。となるとメンバーの行動一つ一つに世界中のファンが注目するわけで、ちょっとした行動でも大きな騒動に発展する可能性があるんだぜ。確かに、世界中のファンが注目してるなら大変よね。だから BTS のメンバーはプライベートでも常に気をつけて行動しないといけないんだ。大変だ。それに BTS のファンはアイドルを神聖なものとして崇拝してる人も多いんだぜ。神聖なもの？そう、だからアイドルが恋愛したり結婚したりすると神聖な存在が汚れたって感じる人もいるんだ。なるほどね。だから BTS のファンはアイドルの恋愛や結婚に対してとても厳しい目で見てるんだぜ。そうか、だから反対する人が多いのね。それに最近は SNS での炎上も怖いんだよな。炎上？そう、ちょっとした発言でもすぐに拡散されて炎上する可能性があるんだぜ。怖い。だから BTS のメンバーは SNS での発言にも気をつけてるんだ。大変だ。でも最近ではファンもアイドルも以前ほど厳しく考えなくなったみたいだぜ。そうなの？うん、アイドルも人間なんだし、恋愛したり結婚したりするのは自然なことなんだって考え方が増えてきたみたいだぜ。それは良かったわね。とはいえ BTS のファンはアイドルを愛してるからこそ厳しく見てる部分もあるんだぜ。そうよね。だからファンが怒る気持ちもわからなくはないんだけど、アイドルも人間だからいろいろ事情があるってことを理解してあげてほしいよな。うん、そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。霊夢、 BTS、 K-POP、 兵役、経済学、 K カルチャー、真相、暴露。今回は BTS の兵役問題について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず兵役問題って韓国の男性ならほぼ全員が経験するもんだぜ。そうよね、義務なんだもんね。で BTS も例外じゃないんだけど、彼らが兵役に行くことで経済的な損失が大きいって意見もあるんだ。どういうこと？ BTS は世界的なアイドルグループだから、活動休止は経済的に大きな損失になるんだよな。確かに、世界中にファンがいるもんね。それに兵役期間中は音楽活動ができないから、新しい楽曲やアルバムのリリースも遅れるし、コンサートも開催できないんだ。コンサートがなくなっちゃうのはファンにとっても残念よね。そうなんだよな。だから BTS の兵役問題については様々な意見が出ているんだよ。なるほど、難しい問題ね。でも韓国政府は兵役義務は国民の義務だから例外は認められないってスタンスなんだ。それは理解できるわね。だから BTS も兵役を免除されることはないと思うぜ。そうなのか。でも兵役中に活動休止になることは避けられないだろうな。今後の活動はどうなるのかな？今後の活動についてはまだ何も決まっていないんだ。今後の発表を待つしかないわね。まあ兵役期間中の活動は制限されるだろうけど、メンバー全員が除隊した後も BTS は活動を続けていくと思うぜ。そうよね、メンバー全員でブッツを続けるんだもんね。今後の BTS の活動に注目だな。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず BTS って知ってるよな？もちろん、世界的に有名なアイドルグループよね。
そうだな。最近活動休止の噂とかメンバーの恋愛の噂とかいろいろ出てるよな。本当になんで？って思ったわ。まさか解散とかないよね？解散はないと思うぜ。でも活動休止は本当っぽいんだ。そうなのね。なんで活動休止するのかしら？理由はいくつかあるんだ。一つはメンバーの疲労だ。疲れてるってやっぱり過酷なスケジュールなのね。そうだな。彼らは長い間休みなく活動してきたんだ。それに常に注目されてるから精神的な疲労も大きいだろうな。わかるわ。私も常に誰かに見られてたら疲れるわ。もう一つはメンバーの将来に対する考え方の違いだ。将来のこと？みんな違う道に進みたいと思ってるの？それはまだはっきりとはわからないんだ。だけどメンバーそれぞれに目標や夢があるだろうし、それを追求したいという気持ちも強いのだろう。各家にメンバーそれぞれの人生があるものね。それにメンバー間の関係がうまくいってないって話も聞くんだ。まさかそんなことないよね？確実な情報は出ていないけど、メンバー間で意見が対立することもあるだろう。人間関係って難しいものね。まあいずれにしても彼らは自分たちの未来について真剣に考えているんだ。そうね。活動休止は残念だけど彼らの決断を尊重するわ。そうだな。今は彼らを応援するしかないぜ。これからもずっと応援していくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず BTS って知ってるよな？もちろん、世界中で人気のあるアイドルグループよね。そうだな。韓国のアイドルグループで世界中の人々に愛されてるんだぜ。楽曲もダンスもパフォーマンスも最高よね。そうだな。彼らの楽曲は若者たちの共感を得るような深いメッセージが込められてるんだぜ。例えばどんなメッセージなの？例えば彼らの代表曲であるブラッド、スイート&ティアーズは青春の葛藤や苦悩を歌ってるんだぜ。なるほどね。他にも彼らの楽曲には愛や希望、夢、友情、社会問題など様々なテーマが込められてるんだぜ。深いわね。彼らの楽曲はただ楽しいだけじゃなくて聴く人の心を揺さぶるような力があるんだぜ。確かに彼らの音楽には何か特別な力がある気がするわ。そうだな。彼らの音楽は聴く人の心を癒したり励ましたりする力があるんだぜ。本当にすごいわ。彼らの音楽は世界中の多くの人々に希望を与えてるんだぜ。素晴らしいわね。 BTS はただのアイドルグループじゃないんだぜ。どういうこと？彼らは世界中の若者たちに影響を与えてるんだぜ。そうよね。彼らのメッセージは多くの人々に勇気を与えてるわ。彼らの音楽は世代を超えて愛されるような普遍的な魅力があるんだぜ。素敵ね。彼らの音楽は世界中の音楽市場を変えつつあるんだぜ。すごいわ。彼らの音楽はこれからも多くの人々に愛されるだろうな。楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の MV に隠された数字について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近 BTS の MV に隠された数字が話題になってるよな。そうよね。私も気になっていろいろ調べてみたのだけどよくわからなかったわ。数字にはいろいろな意味が込められてて、中にはファンしかわからないような深い意味もあるんだぜ。そうなのね。具体的に教えてくれる？例えばバターの MV ではメンバーが7人いるけどそれぞれに数字が割り当てられてるんだ。へえ、数字が割り当てられてるってどういうこと？例えばジンは1、シュガは2、JHOPE は3って感じで、それぞれの数字がメンバーの性格や役割を表してるんだぜ。なるほど、数字でメンバーの個性が出てくるのね。他にも MV のシーンで数字が使われていたり、メンバーの衣装に数字が刺繍されていたり、いろいろな場所に数字が隠されてるんだ。うわ、本当にいろいろ隠されてるんだね。数字の組み合わせにはメンバー同士の関係性やグループとしての目標、さらにはファンへのメッセージが込められてる場合もあるんだ。
すごい、数字一つ一つに深い意味があるのね。数字は一見ただの数字に見えるけど、実はいろいろな情報を秘めているんだぜ。そうか、数字の奥深さを改めて知ったわ。 BTS の MV をじっくり見てみると、今まで気づかなかった数字を見つけることができるかもしれないぜ。今度じっくり見てみようかしら。数字を理解することで BTS の楽曲や MV をさらに深く理解できるようになるんだぜ。楽しみだわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、最近よく耳にする BTS の真実って言葉、よく聞くよな。そうね。ネットでもよく見かけるわ。一体何が真実なのかしら？そもそも BTS の真実って一体何を指すんだと思う？よくわからないわ。例えばメンバー間の関係とか？それはあくまで噂話だぜ。本当の真実ってのはもっと深いところにあるんだ。深いところ？どういうこと？例えば BTS が世界的に成功した理由とか、韓国での扱われ方とか、そういう裏側にある真実についてだ。裏側？何か隠されていることがあるの？隠されているというか、表向きには見えない部分があるってことだな。具体的に教えてくれる？例えば BTS が韓国でどれだけ人気があるのか、表向きにはわかるだろ？もちろん、世界中からファンが集まるほど人気よね。だけど実際は韓国で BTS に対するも多いんだ。そうなの？そうなんだ。韓国では BTS は反日的な活動をしているとか、国益を損なっているとか、そういうもあるんだ。それは本当なの？まあ一部にはそういう意見もあるみたいだ。じゃあブッツの本当の真実って一体何なの？それは人それぞれ捉え方が違うから一概には言えない。難しいわね。例えば BTS が世界的に成功した理由は、彼らの才能はもちろん、彼らの努力と周りのサポートがあったからだと多くの人が考えるだろう。それは確かよね。だけど同時に韓国政府の戦略的な文化外交の一環として BTS が活用されたという見方もできるんだ。なるほど。つまりBTS の成功の裏には私たちが知らない多くの真実が隠されている可能性があるってことだ。そうか。今回の解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の活動休止の理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず活動休止の理由としては、メンバー全員が兵役義務を果たすためというのが大きいんだぜ。そうなのね。でも兵役義務はみんなわかってることだし、それだけが理由じゃない気がするわ。確かにそれだけじゃないんだぜ。メンバーそれぞれが音楽活動に対する思いや将来へのビジョンも変わってきたみたいだ。具体的に言うとどんなことなの？例えばジンはソロ活動に意欲的で、ジョングクは音楽以外の分野にも興味を持っているみたいだぜ。なるほど。メンバーそれぞれが新しい道に進みたい気持ちがあるのね。そうだな。それに長年活動を続けてきたことで、メンバーは精神的な疲労も感じていたみたいだぜ。それは大変だったわね。さらに韓国のエンタメ業界は競争が激しく、メンバーにかかるプレッシャーも相当なものだったんだぜ。そうよね。常にトップでいなきゃいけないプレッシャーは想像を絶するわ。メンバーは自分たちの限界を感じ、休養が必要だと判断したんだと思うぜ。休養してまた新たな気持ちで活動できるといいわね。そうだな。メンバーは活動を休止する間も各自で音楽活動を続けるみたいだぜ。それは楽しみね。休止はあくまでも一時的なもので、メンバーは将来必ず戻ってくると思うぜ。そうよね。またブッツの素晴らしい音楽を聴けるのを楽しみにしているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は BTS の神戸事件について解説するぜ。よろしくお願いするわ。この神戸事件ってよく聞くよな。そうよね。ネットでも話題になってたわ。簡単に言うと BTS が神戸でライブ中にトラブルがあったって話だぜ。トラブル？
具体的にどんなことだったのかしら。会場のセキュリティが甘くて、ファンがステージに乱入しようとしたんだぜ。え、それは大変だったわね。しかも、そのファンが持っていたものが、なんとナイフだったんだぜ。ナイフ？それは怖いわ。幸いにも、メンバーに怪我はなかったんだけど、会場はパニック状態になったらしいぜ。そりゃ、そうなるわよね。この事件は、当時、大きな話題になったんだけど、その後はあまり取り上げられなくなったんだぜ。どうして？事務所が、事件の詳細を公表することを拒否したんだぜ。なぜ？理由は不明だけど、メンバーを守るためとか、イメージ悪化を防ぐためとか、いろんな憶測が飛び交ってるんだぜ。事務所も大変ね。さらに、この神戸事件をきっかけに、便卒が増えたって噂も出てるんだぜ。便卒？つまり、ファンが BTS を応援することをやめたって意味だぜ。どうして？いろいろ理由があるんだけど、この事件で BTS のイメージが悪化したって人もいるみたいだな。事件が原因でファンが離れてしまったの？そうとも言えるかもしれないな。でも、事務所は何も説明してくれないの？事務所は沈黙を守り続けてるんだぜ。真相は一体何なの？真相は、事務所と関係者しか知らないだろうな。事件の詳細がわからないのは、すごくモヤモヤするわ。でも、この事件は、アイドルの闇の部分を表しているとも言えるよな。アイドルも人間だから、トラブルは起こりうるのかしら。その通りだぜ。アイドルも人間なんだ。今回の事件で、アイドルとファンの距離が遠くなったような気がするのは私だけ？それは、ファンそれぞれの考えによるだろうな。でも、アイドルの輝かしい面ばかり見ていると、こういう事件があった時にショックが大きいわ。アイドルを神格化しすぎないことが大切だな。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、BTS の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、よく聞く話だけど、ジンの母は、ミスコリアって噂があるよな。本当なのね。実は、これは都市伝説で、本当ではないんだぜ。本当じゃないの？ジンの母は、確かに美人だけど、ミスコリアになったことはないんだ。なんでそんな噂が流れたのかしら？それは、ジンの容姿が、母親に似ていて、とてもハンサムだからだよな。確かに、ジンはイケメンよね。それに、ジンの母親が、以前、美容関係の仕事をしていて、美意識が高かったことから、ミスコリアの噂が広がったんじゃないかな。なるほどね。あと、BTS の神戸事件って、知ってる？あれは、公演が中止になった事件よね。そうだな。あの事件は、V のスーパーマン発言が原因と言われているんだ。V の発言？ V は、神戸公演中に、観客に向かって、僕はスーパーマンだ。って叫んだんだぜ。それはちょっと。ファンは、V の行動に困惑して、一部では騒ぎになったんだ。そうだったのね。実際は、V は、ファンを盛り上げようとして、あの発言をしたんだと思うんだ。そうなのね。でも、ファンは戸惑うよね。だから、あの事件は、V のスーパーマン発言が原因で起きた、と言われているんだ。なるほど。あと、リエネルが、偽アウツ氏を公開した事件もあるな。偽アウツって？あれは、リエネルが、BTS のメンバーの写真を加工して、まるで、メンバーが、何か悪いことをしているように見せかけて、公開した事件なんだ。リエネルは、この事件について、ウヒヒヒあとちょっとで真実がわかるぜ、ってコメントを残したんだ。悪意のある行為ね。この事件は、BTS のファンから、大きな反響を呼び、リエネルは、ネット上で炎上したんだ。そうだったの。この事件は、BTS のメンバーが、ネット上でされるという、深刻な問題を引き起こしたんだ。本当に大変だったのね。他にも、BTS のメンバーには、様々な噂や憶測が飛び交っているんだ。そうなのね。だけど、BTS のメンバーは、そんな噂や憶測に負けずに、活動を続けているんだ。すごいわね。BTS のメンバーは、本当に強いな。そうね。だから、みんなも、BTS を応援してあげてくれよな。私も応援するわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、
BTS の真実について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、BTS ってのは、2013年にデビューした韓国のアイドルグループだぜ。そうよね。人気グループって聞くわ。で、この BTS、実は、様々な噂が流れてるんだぜ。噂？どんな噂なの？例えば、メンバー間の確執とか、事務所とのトラブルとか、軍隊問題とか、いろいろあるんだぜ。え、そんなに？そうなんだぜ。特に多いのが、メンバー間の確執とか、事務所とのトラブルだぜ。どういうこと？メンバー間の確執に関しては、メンバー同士の性格の不一致とか、ソロ活動での待遇の差とか、いろいろ言われてるんだぜ。それは大変ね。事務所とのトラブルに関しては、事務所のマネジメント体制の悪さとか、メンバーに対する報酬の少なさとか、いろいろ言われてるんだぜ。それは大変ね。軍隊問題に関しては、メンバーが兵役義務を果たすために活動休止せざるを得ないこととか、兵役中の待遇の差とか、いろいろ言われてるんだぜ。そうなのね。大変な問題ね。でも、これらの噂の真偽は定かじゃないんだぜ。そうよね。ただ、一つ言えるのは、BTS は、世界的な人気を博しているグループで、様々な噂が流れるのも当然だってことだぜ。確かにそうね。だから、これらの噂を鵜呑みにするのではなく、冷静に判断することが重要なんだぜ。なるほどね。そして、BTS のメンバーや事務所関係者、そしてファンの人たちも、それぞれ、いろいろな思いを抱えているはずなんだぜ。そうよね。だから、彼らの気持ちを尊重し、理解し合うことが大切なんだぜ。そうね。結局、BTS は、音楽を通して、世界中の人々に感動を与えているグループなんだぜ。そうよね。これからも、彼らの活躍を楽しみにしたいぜ。私もね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、BTS のバター MV に隠された数字について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、この MV には、数字がめちゃくちゃたくさん出てくるんだぜ。そうね、確かに、よく見ると数字がちらほら見えるわね。この数字、ただ飾りじゃないんだぜ。意味があるんだよな。意味があるって、どういうこと？例えば、このシーン。ジョングクが持ってる携帯電話の番号が 010-7777-7777 ってなってるんだぜ。確かに、でも、ただの電話番号じゃないの？違うんだぜ。この番号、実は、ジョングクの誕生日を表してるんだ。え、そうなの？誕生日が 010-7777-7777 って、どういうこと？010は、韓国の携帯電話のエリアコードだぜ。なるほど。7777-7777は、ジョングクの誕生日、9月1日を表してるんだぜ。9月1日？確かに、ジョングクの誕生日は9月1日だもんね。そうなんだぜ。この MV は、数字で、ジョングクの誕生日を隠してるんだ。すごい、それに気づいた人はすごいわね。他にも、ジンが持ってるスマホの画面に、12.04 って表示されてるんだぜ。これは、ジンの誕生日、12月4日を表してるんだ。なるほど。誕生日を表してる数字がいろいろあるのね。それだけじゃないんだぜ。MV には、メンバーそれぞれの誕生日を表す数字が隠されてるんだ。全部で何個くらいあるの？全部で7つあるんだぜ。メンバー全員の誕生日を表してるんだ。すごい、これは、ファンにはたまらない情報ね。そうだな。この MV は、数字で、メンバーへのメッセージを隠してるんだぜ。ファンは、この数字を解読することで、メンバーへの愛を深めることができるんだ。素敵ね。メンバーへの愛が詰まったムブね。他にも、この MV には、BTS のデビュー日や、過去の曲のタイトルを表す数字も隠されてるんだぜ。そうなの？気になる。興味があるなら、自分で探してみてくれ。ヒントは、メンバーが着用してる服の数字や、背景にある看板の数字だ。ありがとう、いろいろ探してみます。そうだな。この MV、ただ見ればわかるような単純なものではないんだぜ。隠された意味を探しながら見ると、さらに面白くなるんだよな。なるほど。数字を探すのも楽しそうね。この MV は、
数字という暗号によってファンとメンバーの絆を深めているんだ。数字の暗号を解読することでファンはメンバーへの理解を深めることができるし、メンバーはファンへの愛情を伝えることができるんだ。素敵なムブね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。